ニコのファンを待たせるわけにはいかない。マリ、今からお弁当を売るわよ。ニコ社長のラブニコお弁当でお客さんを夢中にさせて時間を稼ぐわ。そうね、その間に駅員さんがトラブルを解決してくれることを願いましょう。任せなさい。この大銀河宇宙ナンバーワン駅弁はニコがプロデュースしたんだもの。何時間だってファンの心を掴んで離さないわ。いいわね。でもマリーのシャイニーランチだって負けてないわよ。じゃあ早速売りに。ちょっと待って。ニコッチどうしたの？このままじゃ足りないわ。足りない？何がかしら。ニコたちはスクールアイドルでしょ。ならそれにふさわしい売り方があると思うの。普通に売ってもお客さんは納得しない。スクールアイドルは厳しい世界なのよ。そうね、確かにニコっちの言う通りかも。マリーたちは発車までの時間をつながないといけないんだから、普通に売ってたってお客さんは飽き飽きしちゃうもの。さすがマリー、分かってるじゃないの。アフター、ここはニコッチの言う通りシャイニーでエキサイティングにしないといけないから、スクールアイドルらしくどっちのお弁当が人気でショーを開催するわ。さあ勝負よニコッチ。なんでそうなるのよ。私は勝負がしたいんじゃなくて、スクールアイドルらしく可愛く売りたいの。それにそんな高級食材ばっか使ったお弁当に勝てるわけないでしょ。あら、スクールアイドルは厳しい世界って言ってたのはニコッチじゃなかったかしら。ぐっ、もしかして自信ナッシングなのかしら。それならそれでいいけど。わかったわよ、その勝負乗るわ。この勝負、いかにお客さんへのアピールをうまくできるかが鍵になるはず。ならニコは負けられない。それにお弁当の中身だって自信あるんだから。わあ、アピールでもランチでも勝とうってことね。もちろん、宇宙一かわいいニコと宇宙一おいしいお弁当が合わされば無敵よ。みんなのほっぺた落としてニッコニコにしてあげるわ。オーケー、それじゃあ早速始めましょう。ニッコニッコに、ニコの特製お弁当いかがですか？